茨城県道20号欠場万道線は、茨城県結城市から万道市に至る県道である。結城市国府町から万道市、矢萩まで南北に結ぶ幹線道路。途中の結城国八千代町では、国道125号と交差する。首都圏中央連絡自動車道とは、万道市内の万道インターチェンジで結ばれている。1959年10月14日、 新たな県道として、結城市を起点とし、佐島国岩井町を終点とする区間を本土線とする、県道結城岩井線として、茨城県が県道路線認定した。1994年4月に、県道土浦の打線の廃止に伴い、同県道の一部を編入延長して、終点が岩井市や萩となった。二千五年、平成の大合併により、岩い市が消滅し、 万道市と解消されていたことから、県道有機万道線と解消して、現在に至る。道路法の規定に基づき、有機郡や千代町菅谷万道市岩井館と、万道市、ヘタ道市やハギカム及び、万道市、湯田道間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。 茨城県道20号欠場万能線有機市、有機付近万能市大谷口。ありがとうございます。